11人組ボーイズグループ、ジョワンの大平幸を、12日発売のファッション誌、AR、8月号、主婦と生活者に登場。憧れていた声優の梶裕貴との対談が実現した。同誌では昨年からジョワンの11人が胸に秘めた夢を叶える連載、ジョワンミーツ、がスタート。これまで二豆原和成が白浜アラン、エグザイルジェネレーションズ、日向翔也が西川貴教、白岩姫がハイド、与那城翔が山崎正義、川西匠が千葉貴博、金城葵が武尊と対談してきた。ある、子供の頃から梶の声を聞いて育ったという大平は、この対談が決まった時は信じられないくらい嬉しくて、本当に夢みたいです、と熱烈な思いを吐露。梶は、デビュー3年目の大平から3年目当時のことを尋ねられると、意外にも、どん底でした、と回想。貴重な駆け出し時代のエピソードも語られる。さらに、大平くんも声のお仕事をされているわけだし、朗読劇なんかを一緒にやるのはどうかな、とまさかの超豪華企画も始まる予感も。二人の仕事感にも迫り、両ファン悶絶間違いなしの豪華コラボが実現した本連載では、一緒にゲームを楽しむお茶目なカットまで、絶妙な二人の関係性が垣間見える4ページとなる。同号の表紙を飾ったのは、俳優の永野芽郁。透き通るような最強美肌を惜しみなく披露し、透明感抜群のビジュアルで、お肌号を彩る。また、歌手、俳優の岩橋元気が初登場し、16ページの大特集が掲載される。その他、本田仁美、AKB48、森田光、大阪46、斉藤京子、日向坂46、指原莉乃、吉野北斗、藤原いつき、ザ・ランページ、などが登場する。We'll be right back.